今日はあれやるんですね。そうです、今日はインスタを撮ってらっしゃる方の写真にちょっとしれっと写り込むっていう、ね、そうですそうです。でももうあれでいいんですよね。あのその方にちゃんと言って、はい、写ってもいいですかって許可を取って、でも、はいはい、その方のインスタ見たらちょっと後ろの方に写ってるっていうのでいいよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとこのおしゃれな街で、代官山ですから、美味しいタピオカミルクティーのお店がありますから、言うたらタピオカミルクティー発祥の店と言われてるね、店が代官山にありますから、そこの前だったら、あのインスタを撮りたいがためにタピオカを買ってらっしゃる方がいらっしゃると思うから、その方に交渉してインスタに載せてもらいます、僕が、はい、ね、店の前で貼っときゃね、とりあえずいけるでしょ。今からタピオカ買った人がインスタを撮るんじゃねえかと、ほんでインスタの写真で、ね、僕がしれっと後ろの方に写り込みたいっていう企画なんですよ。今撮ろうと思ってました。あ、じゃあちょっと撮ってるので、後ろの方にちょっと体操選手が見切れてるっていうのいいですか。面白いね。嬉しい、ありがとうございます。なんか僕はちょっと元気ないな。お前なんで体調すげえ悪いって、なんだよ、めんどくせえな、お前大丈夫か。どうですか、顔色悪くない。悪いよ、めっちゃ真っ白だよ。お前別にあれとかじゃないんだろ、二日酔いとかじゃないんだろ。あ、じゃないです、全然。マジでただ気持ち悪いの。ただ気持ち悪い、お前やばいってこれ。死ぬってそれマジでやだよお前。昨日も普通に火変わるあるからな、若くぐらいに寝たんで。なんて、火変わる前ぐらいに寝たんで。お前バリバリ寝てんじゃんかよ。じゃあ12時間寝てて気持ち悪いって、お前もうやばいって。インスタを上げるんじゃないかって思ってて、インスタ用の、お二人のインスタ用の写真に僕がしれっと写り込みたいっていう企画をやってます。なるほど。これをもしインスタにアップするんであれば、ちょっと後ろの方に、あれよく見たら体操選手いるぞっていう写真にして、え、面白いからやりましょう。うわ、嬉しい、よかったです。ありがとうございます。タピオカ越しに、タピオカ越しにジーアレイのタピオカだよーんというインスタのよく見たら僕がいるっていう、後ろにいる、はい、はい、じゃあちょっとそのポーズをお任せします、はい、どうすればいいだろう。最高じゃないですか。超いい。これインスタ上げてくださいね。あげます、あげます。お願いします。インスタに上げる瞬間も一応チェックしていただいて。嬉しい。インスタに本当に上がるのかっていうね。いや、すっげえいい写真。うわ、本当に上げてもらってる。うわ、タピオカのジアレ50。最高ですね。ありがとうございます。本当。今何時？今何時？まだ5時には終わるよ。5時、4時半です。5時までにあと1組、もうマジで3組行ったら OK な、はい、そこお前判断でいいんだな、はい、もう取れ高とか関係ないから、3組行ったら終わるから、はい、もう終わってください、何だふざけんなよ。おめえが気持ち悪いだけじゃん、マジで。じゃあちょっとしれっと映り込み、ね、これしかもちょっと今自分たちで YouTube チャンネルやってまして、ちょっと映り込むんで、ぜひ手とタピオカ越しによく見たら僕いる感じで気にするんです。これちょっと目立ちすぎですか。よく見たら、はい、よく見たらぐらい。めっちゃいい感じで、うまい。よく見たらオラキオじゃん、これ。ありがとうございます。それじゃあアップしてくださいね、インスタ。買ったオラキオってつけてもいいですし、あのなんか変な体操選手とかつけても全然大丈夫なんで、はい、ありがとうございます。今日の天野、今日いいの、もうこれで3組取ったよ、一応。はい、あ、じゃあもう帰りましょう。どれ高の問題だろう、お前。いいのか。いいのです。いいのですって、なんだ気持ち悪いな、お前が。帰りてだけだろ、お前が。そこで一旦家帰って、はい、ちょっと落ち着いたら病院行け。はい、近くの病院。絶対行けよ。お疲れ様です。お疲れ様でした。ということでですね、今回3組の方にですね、あのインスタに写り込むことを成功しました。人のインスタに乗ることによってそれがこう拡散されていくっていうのはありますから、これからもこの企画は続けていきたいと思ってます。なんで、次回もっと違う場所で、人のインスタに、写り込みに行きたいと思います。ありがとうございました。天佑大丈夫か、お前雰囲気よ、お前。帰りましょう。帰りましょうじゃねえよ、お前。